こんにちは、アツです。今回は IFRS についてお話ししようと思います。国際会計基準とか国際財務報告基準とよく日本で呼ばれるものです。なので会計の動画なので英語の動画ではありません。で、会計の動画をやるときはこうカフェで話すような感覚ですごいざっくばらんにこうカジュアルに、かつ編集とも特にせずにやっていきたいと思います。それでは早速話していきましょう。IFRS、これよく聞くと思うんですね。ね、日本でニュースというか、テレビのニュースは見ないかもしれないですけど、新聞等ではよく見る言葉だと思います。IFRS、International Financial Reporting Standards と言います。この IFRS は、何かっていう話ですね。で、そもそも、この IFRS の話をする前に、会計基準というものについてお話ししようと思います。会計基準って何かっていうと、会計、つまり、なんかその、会社の売上がいくらですとか、会社の資産がいくらありますとか、そういうのを測定する、記録するとき、つまりバランスシート作ったり、Profit and Loss Statement、損益計算書を作ったりするとき、この前お話ししたものですね、を作るときに、ある一定のルールがあるわけです。そのルールっていうのを会計基準っていうんですね。なんで会計をやる上でのルール、これを会計基準って呼ぶんですね。いいですか？ちょっとちっちゃいかな。で、この会計基準って一体どういうものがあるのか、その国によって違うのか、それとも世界統一されているのか、ここが結構面白いところなんですね。で、会計基準って日本だと JGAAP っていう日本独自の基準があるんです。日本は、JGAAP。で、この JGAAP っていうのは、その GAAP っていうのは Generally Accepted Accounting Standards っていうものの略で、なんかこう一般的に妥当と認められた会計基準みたいな、まあちょっとかっこつけてるだけなんですけど、まあ、GAAP って Generally Accepted Accounting Standards、 Generally Accepted Accounting Principles ですね。 GAAP だから Principles で、日本はその独自のものを持っているんです。で、アメリカも同じものを持っている、独自のものを持っている。これを US GAAP って言うんですね。で、アメリカは結構その会計の基準というか、会計のルールにおいて結構世界をリードしているようなポジションにいる。日本はもうただ、まあなんだろうな、ガラパゴス化してるわけではないですけど、どちらかというとアメリカ寄りなような、イメージですけど、まあそれでもやっぱり独自の基準を持っているっていう感じですね。で、他に国際会計基準とか国際財務報告基準と呼ばれるものがあって、国際って書くか。これは世界中でいろいろな国が使っている、採択している統一基準で、これはオーストラリアでは WASB、Australian Accounting Standards Board って呼ばれたりとか、こう国によって呼び名が変わったりするんですが、内容は一緒だったりするんですね。ちょっとだけ違ったりとか。で、それを、IFRS、まあ、S っていうふうに呼ぶんですね。で、厳密にはこれ International Financial Reporting Standards なので、報告スタンダード基準なんですね。で、国際会計基準っていうのはこの IFRS っていうのができる前に存在していた IAS っていう International Accounting Standards っていう基準のことを呼んでいて、今は IFRS っていうものと IFRS っていう新しくできた基準を合わせて IFRS S っていうふうに呼んでいるんですね。なので IFRS のホームページに行くと、まだ IAS 何番っていう基準が存在しているんですけど、これが新しく作られてくる基準っていうのは全部 IFRS って呼ばれてるんですね。なので昔の名残で日本では国際会計基準って呼んでるけど、まあ厳密に言えば国際財務報告基準って呼ぶ方がこう新しいというか、そういう感じなんですね。で、この基準がまあ3つあると。で、オーストラリアとかこれだし、カナダもこれなんですね。で、これらはまあ違う基準なので、もちろん違いがあるわけです。で、この3つの基準が違うことで、一体こうどういう悪いことがあるのかっ
ていうのについてお話ししようと思います。でそれがこの会計基準における議論なんですね。このうちは US 使ってるけどあの国では IFRS 使ってる、日本では JGAAP 使ってる、これ何が問題なの、別にいいんじゃないって思うんですけど、そうでもないんです。っていうのは違うルールを使って数字を作るわけです。で作るものは一緒だから、その IFRS でも US GAAP でも日本の基準でもバランスシートとか損益計算書とか結局作るもの一緒なんですね。ただ作るもの一緒でもその数字を作る上のルールが違うから数字が変わっちゃう場合がある。例えば、アメリカの会社が、売上レベニューですねが、じゃあ200ミリオン US ドルだと言っているとしましょう。でもう一つの会社がもうまあ US ドル使っててレベニューが、200ミリオン US ドルだったらしますよね。でじゃあもう全く同じビジネスしてるとしましょう。で他のことはねこう今は考えずにこの数字だけ見ましょうと。でこの数字だけ見た時に、あ収益規模はこの2つの会社一緒だなっていうふうに言えるのっていう話なんです。でこっち US で US ガープ使ってて、でこっちがまあ IFRS 使ってたら、これ比較しにくいんですよね。これ比較可能性っていうんですけど、比較はしにくい。でこのステートメントを使う人って、まあ、お金を投資しようとしている人だったりするわけです。じゃあ俺今1億円持ってるから1億円をどっかの会社に投資したいなってなった時に、じゃあ2つの会社に絞りました。でこの財務情報を使って投資の意思決定をしようとしている、このお金をどこにぶっ込もうかなってこう今考えている。でその時に200ミル200ミルってどっちも言ってるんだけど、こっち US ガーブでこっち IFRS だと、もしかしたら同じ基準使った時にこの数字って変わる可能性があるんです。例えばこの IFRS で作られた200ミルっていうのは、もしかするとこれ US ガープにしたらその150ミリしかその認識できない、150ミリしかここに上がってこないっていう可能性だってなくはないわけです。このように比較可能性っていうのがすごい問題になってくるんですね。でそうなるとどういうふうになるかっていうと、例えば日本でみんな J ガープ使ってたとしたら、みんな 100% もし J ガープだったとしたら、で海外の人が、あじゃあ日本に投資しようかなって考えた時に、海外の会社とちょっと比較はしにくいな、ちょっと投資やりにくいなって思う人が出てくる可能性があるってことですね。この比較可能性っていうのが基準が違うことによるこうすごい大きい問題なんです。で今行ってるのはコンバージェンスプロジェクトって言って、コンバージェンスコンバージェンスって何かっていうと、ちょっとちっちゃくて見えないですね、すみません。コンバージェンスっていうのは何かっていうと、コンバージっていうのは一緒になるっていうことなんで、収束するとかいう意味で、この2つの基準をどんどん統一化していきましょうって、そういう問題があるから、そういう問題をなくすために一緒にコンバージしていきましょうっていうふうになってるんです。ただ、とは言ったものの、US はうちの基準が一番だと思ってるわけですね。でなのでその完全に IFRS と全く一緒にするつもりはないと。もちろん歩み寄る姿勢はあるんだけど、完全に一緒にするつもりは全然ないよ。で日本も同じなんです。せっかく俺は独自で作った基準をね、そんな IFRS なんていうヘンテコリンな基準に全部コピペで変えろなんて、そんな変な話あるかというふうに思ってたりするわけです。っていう背景もあって、うちは独自の基準を持っていて、まあもちろん歩み寄る、統一化に歩み寄る姿勢は見せるけど、必ずしもあなたの言っていることを全て受け入れるわけではありませんよっていうような状況になってるから、こうなかなかこう、この基準の統一っていうのがうまくいってないんですね。ただ、このコンバージェンスプロジェクトっていうのはここで起こってるおかげで、例えば USCPA を取ったら、この IFRS を採択している国、オーストラリアとかカナダとかで、その USCPA のライセンスをブリッジングコースでトランスファーしたりっていうことが可能だったりするんですけど、日本の場合、その日本の CPA、つまり公認会計士資格を取ったところで、US とか
もしくはカナダ、オーストラリアで会計基準を取ろう、会計士基準ない、資格を取ろうってなった時に一から始めないといけない。トランスファーっていう、まあ、いわゆる書き換えっていうか、そういうのができないんですね。なのでちょっと日本はそういった意味で少し孤立してるのかなっていう、気持ちです。こう見ていて、で日本の会計試験ってすごい難しいじゃないですか。多分パスレート 5% とか、海外って結構 40% とか 50% とかザラなんですけど、日本ってすごい難しい試験なんですね、この会計士試験って。でそれだけこうプレスティージがあるじゃないですか。そのなんていうんだろうな、そう お高いっていうのかな、そのそれだけこう誇ってるというか難しさを、ただ、それをこうね他の基準から他の基準を使った試験をパスしてその人にこの試験をあげるっていうのはちょっとね、プライドが傷つくっていうか、そういう部分もあるのかもしれないですね。まあ、それはちょっとわからない勝手なケースなんですがっていう話でした。これが IFRS です。つまり国際的に統一した基準を作って比較可能性を高めようよって言ってるんだけど、実際にはその独自の基準を使っている国っていうのが存在して、まあまだそこまでは至ってないですっていうような話です。でこの間はコンバージェンスプロジェクトっていうのを行っていて、ここの資格を取れば一応世界で CPA の資格をトランスファーする、ブリッジングコースがある程度のこうリクワイアメントを満たした上でできるっていうような仕組みになってます。はい、以上です。じゃあまた会見の動画やろうと思います。 See you next time. Bye.